保坂一世保坂一世は東京都府中市出身の元サッカー選手。ポジションは MF。小学1年時に地元の付録サッカー少年団に入団。少年団の先輩に沢和誉と中村健吾を後輩に村上祐介がいる。2003年のユニバーシアードテグ大会では日本代表として全試合に出場し優勝に貢献。また、 U-23 代表として、カタール国際大会にも出場した。2005年にバンフォーレ甲府に入団。開幕戦で途中出場した。2007年第5節のビッセル神戸戦で、チームの連敗を止める決勝ゴールを挙げたほか、第7節の柏レイソル戦でも1から2と負けている。状況からわずか2分で2得点を挙げ、逆転勝利を引き寄せるなど、この時期の活躍は目覚ましいものがあった。 しかしその後はレギュラーに定着することができないまま2008年シーズン終了後に戦力外通告を受け2009年にファジアーノ岡山へ移籍主力として起用されたものの1年で退団2010年フルスのバンフォーレ甲府へ復帰した2017年シーズン終了後契約満了により退団2018年東京ユナイテッド FC へ移籍 2020年12月30日、現役引退が発表された。ありがとうございます。